明治維新の激動を象徴する戊辰戦争で、長岡藩は維新政府の敵軍となって戦うが、政府軍の圧倒的な大軍団に城を占拠される。しかし長岡藩は精鋭1300をもって直ちに反撃、数万の政府軍に対し激しく抵抗し、長岡城奪還に成功する。だが到底城を支えるのは不可能と判断した軍事総督河合継之助はついに城を放棄した。この戦いで長岡藩は賊軍の汚名を着せられ、7万4千石は没収された。禄高を3分の1に減らされた長岡藩の家中はことごとくその日の糧にもことかくありさまとなり、貧乏のどん底にあった。小林様、今日はだいぶお加減がよろしいようでございますな。造作をかけて申し訳ござらん。何をおっしゃいます。ご自宅においでになると思って何なりとお申し付けくださいませ。それにいたしましても、この度の戦では殿様と会津に随行なされ、仙台にまでご一緒され、一年近くもご苦労なさったのでございますから、まあ、この際ごゆるりと用事をなさってくださいませ。しかしこたびはわしの力及ばずで、殿には申し訳ないことをいたした。新政府に提出された謝罪文のことでございますか。殿が仙台という他国で謹慎を続けられるのは天地に身の置きどころがない感じであった。そのためにわしは謝罪文の中に、せめて殿だけでも丘陵の寺にて謹慎できるよう書き添えた。それにできるだけ殿の責任を軽くし、藩内の困窮を少しでも救いたいと思った。しかし結果はわしの考えとはほど遠いものになってしまった。何も小林様だけの責任ではございません。昔から戦に敗れるということはそういうことでございましょう。それにしてもこの度の戦で河合様と小林様の考え方が真っ向から対立されたと伺っておりますが。
戊辰戦争に直面した長岡藩にあって、小林虎三郎と河合継之助は親戚関係にあるにもかかわらず、それぞれ主戦派と和平派に分かれた。継之助は薩長と戦う立場を主張、虎三郎は和平策を打ち出していた。お主の言う和平策は、奥羽諸藩及びその人民にとっては、その存在さえも定かではない天朝によって日本を守ろうという馬鹿げた話だ。歴史が天朝を軸に流れ始めておるのが貴殿には見えんのか。天朝を担いでいるのが薩長ならば、これによって朝敵とみなされておるのは徳川幕府ではないか。その徳川幕府が倒れるのはもはや時間の問題だと言っておるのだ。ご家老にお聞きしたい。軍事総督としてご家老は、こたびの薩長を主力とする維新政府と戦って勝てる自信がおありか。そのお考えをぜひ受けたまわりたい。今さら何を言うか。ことここに至れば先端を開くもやむなし。我が藩の運命を決するときに、戦力の比較から負けるやもしれんなどと考える愚かな者がどこにおろうぞ。薩長軍北陸道鎮部総督高倉長宗が3月に越後高台進出した際、北越諸藩は重臣たちを出向させ恭順を誓っている。その結果、各藩は軍資金の堅牢を強いられた。あの時ご家老はなぜ嘆願書の提出を取りやめにされたのでござる。堅牢金を断っておきながら、おめおめと嘆願書など持って行かれたのでは、我が長岡藩の面目は丸つぶれではないか。これは異なことをおっしゃる。あの嘆願書は維新政府に対して、我が長岡藩はあくまでも中立の立場である旨を記したものであった。それを知っておりながら、ご家老はあの嘆願書を握りつぶされた。直筆に遅れたれば、その効果なしと見たから取りやめにしたまでじゃ。ともかく今は、虎三郎のように歴史の彼方ばかりを見ておるのではなく、長岡藩士である我々は、こたびの戦には勝たなくてはならんのだ。いや、たとえ勝たずとも、後世に汚名を残すような戦をしてはならんのだ。文右衛門殿。はい。戦に敗れた藩を立て直すのにはどうしたらよいものかの。文右衛門殿ならいかがいたす。は私は商人でございます。国を立て直すなどという大それたことは考えたことはございません。自説なら学問の改革が一番の急務と考えるが、どうであろう。学問制度の改革でございますか。さよ。国や町が栄え、民百姓の暮らし向きが良くなるのもことごとく人にあるとすれば、やはり人材の育成が最大の急務と考えねばならんの。そんなにご覧にならないでください。手元が狂います。佳代殿と花が美しいんでつい見とれてしまった。ご冗談をおっしゃらないでください。佳代殿はどこぞについたお人はおらんのかな。そんな方はおりません。
夫婦になられるような男はおらんのかな。私はどなたのもとにも嫁ぎません。おお、嫁にはいかぬと申されるか。はい。私は文学を学びたいんです。文学。はい。良い心がけじゃ。しっかりと学問を学び、自分の信じた道を歩むことが肝要ですぞ。加代殿、しっかりと励みなされ。はい。小林、しばらくであったの。清廉院様にはお変わりもなく、恐悦至極に存じまする。して、用件の向きとは何じゃ。これを持参してまいった。敗戦国の長岡を立て直すためには学問制度の改革が急務と考えた虎三郎は、学問制度の改革と発展のために必要な書籍やそれに付随する品々を書いて、五郎公牧野忠之の娘で謹慎中の第十二代藩主牧野忠邦の正妻として影響力を発揮していた清廉院に権の第三次秋田劇を通じて提出した。この学問改革の活動方針によって虎三郎はこの年の市政改革で文部総督に就任するのである。何者だ。またしても足軽殿か。こそぞろしなければ妻や子供が養えないのか。朝決まりやつらだ。一緒にこうして歩くのが好きでございます。お政治にしか聞こえんな。お政治ではありません。わしは幼い時に風疹を患い、高熱に侵され、このような醜い面相になってしまった。このような醜い面相の年寄りと歩くのが、加代殿は本当に好きだと言ってくれるのか。はい。女は殿方の姿形や年齢で心を開くものではございません。加代殿は嬉しいこと言ってくれるわ。本当でございます。菅殿ではござらんか。お元気でしたか。小林様もお達者で何よりでございます。河合はこの度の戦の原因が薩長両藩の横暴にあるとしながらも、奥州列藩同盟の結成にあたり、会津藩の佐川官兵衛殿から同盟への参加を誘われても、断固としてこれを拒否し、長岡藩を中立の立場に置こうと考えていたのでございます。しかも河合は
単身維新政府軍の本営に赴き、会津藩との間を調停し、奥州討伐戦を中止させようと試みたのでございます。まことでござるか？はい。河合が小千谷の維新政府軍の本営を訪れたのは5月2日のことでございます。会見の相手は岩村誠一郎というまだ23歳の土佐出身の怖いもの知らずの若者でした。その会談で河合は20も年下の血気盛んな青年軍官に鼻であしらわれ、その上、佐賀殿、小林様、どうか私の話を最後までお聞きくださいませ。その会談を境に河合は真に戦を避けようとしていたそれまでの中立論を放棄し、一転して攻勢の火蓋を切ったのでございます。河合は生前よく申しておりました。自分の考えは小林様と同じだ、長岡藩は中立の立場を守らなければならないと、いつもそう申しておりました。私は河合の肩を持つわけではございませんが、維新政府の重要な位置にいた人物が成り上がりの至らぬ人物であったがために、起こさずとも済んだであろう戦乱の火をかきたてて、いたずらに奥州人民を途端の苦しみに陥れる結果になったのだと思います。そうであったか。次の助め、わしには何も言わずに知らなかった。私は河合の妻として小林様にだけは河合の本心を分かっていただきたく思っておりました。河合は長岡藩を中立の立場に置こうと考えていたのでございます。先生、宇吉でございます。ん？奥様がお見えになりました。この男、岸宇吉は寅三郎から学問を習う、いわば書生である。彼は後に長岡復興に活躍した一人である。落城後の城下は大変でございます。家中の方々は食べるものがなく、足軽に至っては泥棒ごとき真似をしないと生きていけない有様にあります。先日の夜更けにも足軽が二人何者かに切られました。どこぞのお屋敷に忍び込んで見つかり、切り殺されたともっぱらの噂にございます。一日も早く家中の方々の悲惨な暮らし向きを助けてあげねば、何が起こるか分かりません。そなた、そんなことを言いにここに参ったのか？いえ、私はただ。もうよい。別にそなたを責めておるわけではない。わしとて藩内の情勢を知らぬわけではない。あなたもご存知のように、長岡藩士の家には常に私木を育てよという教えがあります。梅、柿、栗、夏目、これらの果実が保存食となる私木を育てることで
飢餓をはじめとする非常時に備えております。それでも近頃では粥も食べられない藩士の家族もおります。実はこの時虎三郎はお美代と離縁していた。この離縁の原因は虎三郎の一方的なもので、これといって明確な原因はなかった。だがお美代は離縁されてもいろいろ理由を作って病弱な虎三郎の世話を続けたのである。この二人が夫婦になったのは虎三郎が22歳、お美代が18歳の時であった。藩主から江戸への遊学を命ぜられたのはこの2年後である。離れて暮らすのは寂しゅうございます。寂しいのはそなたばかりではない、拙者も同じだ。殿様のお声がかりで江戸に出て勉学ができるのだ。ありがたく思い感謝しようぞ。はい。江戸に行ってもせいぜい2年か3年、そなたは拙者の妻だ。留守をしっかり守ってくれよ。最後。ところで虎三郎、江戸ではやはり萩原先生の門下へ入るのか。いや、父上の口添えで象山先生の門下に入ることにした。佐久間象山？そなたの父上は象山を知っておるのか。新潟奉行をしておった父上が越後に来られた象山先生と偶然会い意気投合したらしい。父上は象山先生の人物学識に敬服したと言っておられた。そうであったか。佐久間象山か。達者で暮らせよ。
ってまいる。1850年嘉永3年、小林寅三郎は草深い越後長岡を後にして一路江戸に向かった。宇宙に実利は二つなし。この利のあるところ、天地もこれに異なること。佐久間象山のところには、その名声を慕って各藩の侍たちが大勢入門していた。これらの門弟の中でも、特に象山は寅三郎と吉田松陰に期待するところが大きかった。吉田松陰の本名は吉田寅次郎といい、寅三郎の寅を取り、二寅と呼び、象山は二人を可愛がったのである。小林殿、近く熟頭になられるそうですね。名前だけの、何もできぬ熟頭です。何を言われる。オランダ語の原書を先生に代わって代読されるし、学識の高さは塾で一番と誰もが認めておるのです。小林殿が熟頭になられても不平を言うものはおりません。そう褒めくださるな。まだまだ若い者ですから。確かこの辺りと聞いたんだから、ここだ。ここにあったか。寅三郎、杉之助、元気だったか。うん、小木殿、しばらくだったな。待っておったぞ。杉之助は入門すると間もなく、理論家、思想家という印象が強い象山を嫌って塾を飛び出してしまう。その後、杉之助が入門したのは
陽明学の山田報国であった。山田報国が松山藩時代に果たした幕末諸藩に先駆けての財政改革、洋式軍隊の創設は後に継之助が長岡藩で手本にしたものである。先生、起きてください。先生。何事だ。ただいま勘定奉行梶様から火急の知らせが参っております。火急の知らせとは。神奈川沖に黒船が来航したそうでございます。何、神奈川沖に黒船が。裏側じゃないのか。はい。この時の黒船来航は昨年に続いて2度目であった。ペリー司令長官は国使として携えた国書の回答、すなわち日米和親条約の締結を幕府に早急に迫った。先生、仮にも和親条約が締結したとしたら、開港される港はどこが望ましいのでしょうか。江戸から最も近い港がふさわしいであろう。幕府は早速横浜に応接場を設け、ペリー提督との折衝に当たった。そして和親条約は内定され、静岡県下田に開港が決定された。下田開港には絶対に同意できませぬ。同意できぬ。はい。下田で異人が騒乱を起こした場合、陸路では天城という東海の県外があり、海路では異人の船に太刀打ちができませぬ。要するに下田開港は戦略的にまずいということです。しかし幕府は開港にあたって。何も開港に反対しているのではござらん。戦略的思考をもって下田ではなく横浜に開港すべきと考えるのです。象山は松代藩主真田幸則をも説得するが、色よい返事をしないと見るや、水戸藩の藤田東湖に面会し東湖の同意を得る。さらには徳川斉昭を通して幕議を覆そうとしたのである。また象山は虎三郎に建白書を書かせ、長岡藩主で幕府の要職についていた牧野忠正に、さらには老中主座の阿部正弘に下田開港の決定を変えさせようとしたのである。建白書できたか。はい。よいか虎三郎、そなたの藩主牧野忠正殿は現在解剖係付き番の老中であり、老中主座の阿部正弘殿とは昵懇の間柄にある。そなたの力を試す時ぞ。頑張ってくれ。はい。では早速行ってまいります。そちはまだ書生であろう。一書生の分際で天下の大事を論ずるとはまことにけしからん。即刻国元に戻って謹慎いたせ。
三島奥次郎。そなたは黒船来航に触れ、意見書を藩政に提出し、藩政そのものを論ずるとは誠に遺憾である。よって即刻国元に戻り謹慎いたすべし。この年の3月3日、日米和親条約は締結され、下田開港が決定された。師である佐久間象山の意向に従って、幕府が決定した下田開港に異議を唱えた虎三郎は、その晴れの日を見ることもなく江戸を離れたのである。1854年安政元年、虎三郎と奥次郎は長岡に戻り謹慎の身となった。謹慎を命ぜられた虎三郎はこの時リウマチを患い、ペリー再来航に始まった幕末の動乱をよそに、草深い長岡に病弱な体を潜め、悶々とした日々を過ごしていた。お妙。はい。表が見たい。戸を開けてくれんか。はい。情けないの。志半ばにして象山先生の教えもなく、論議する領有もなく、憂いに閉ざされた心は知事に乱れるばかりじゃ。拙者の苦難はいつになったら終わるのだ。人生は永遠ではない。早くしなければ我が思いは世に伝わっていかないというに。虎三郎の病は多くの医師の飛躍を試し、医職にも気遣い治療に専念したが、一向に治る気配はなかった。離縁してくれないか。え？拙者と離縁してほしいのだ。何故でございますか。おっしゃっている意味がわかりません。離縁しなければならないわけをお聞かせください。私とて藩士の娘、
何の訳もなく夫に離縁されたとあっては世間の笑い者になります。離縁は己の身勝手から出たこと、許せ。病弱のあなたを置いて離縁などできません。私たちが夫婦になって暮らしたのはわずか2年しかございません。本当に夫婦として生きていくのはこれからでございます。謹慎の身で妻はいらん。あなたは誰に遠慮なさっているのですか。私の実家にですか、それとも。もうよい。虎三郎がお美代になぜ離縁を申し渡したのか、その原因はわからない。志半ばにして国元に帰還させられ、藩主からは謹慎を命ぜられ、その上病弱な体になり、お美代の父や母に対しての遠慮からではないかと言われている。しかし定かなことは今となっては知る由もない。独り身になり謹慎を続ける虎三郎に藩主からは何の声もかからなかった。これから10年の間、虎三郎は世に出ることはなかったのである。お体の具合はよろしいのですか。文部総督におなりになって忙しさも増し、何かと大変でしょうが、お体だけはおいたわりくださいませ。先生。何だ。三島様がおいでになりました。何、三島殿。これは小次郎殿、伊豆京から戻られた。まあ、お座りくだされ。ええ、今しがた長岡へ着きました。それはお疲れでござろう。お美代殿、しばらくでござる。しばらくでございます。お元気でござったか。はい、三島様もお元気そうで何よりでございます。先の市政改革によって人選された陣容はほぼ戦に反対した者が選ばれたわけであるが、奥次郎殿のお考えをお聞かせ願いないだろうか。と申されると。いや、こたびの戦での我が藩の戦争責任を誰に致すか意見が分かれておるのです。拙者もこたびの人選にはどうしても納得できないところがござる。継之助の義兄である凪の嘉平殿が入閣されておるのはどう考えても合点がいかないのだ。こたびの戦争責任者は軍事総督であった継之助がふさわしいと多くの藩士たちが考えておるのに、その義兄を入閣させるとは合点がいかないのでござる。明治2年8月に実施された市政改革で、虎三郎は文部総督、奥次郎は副執政、つまり実質的な家老職を任命された。奥次郎はもっぱら藩の代表として新政府と藩の連絡係に奔走していた。このため虎三郎の学校を作り人材を育成するという熱望は中断され、時勢は虎三郎を嫌おうなく政治の中枢へと引きずり込んだのである。しかし虎三郎は学校建設を決して諦めることはなかった。宇吉。よいか。何度も言うようだが、重要なのは教育だ。国を裕福にいたし
強くするためには人民の知識を解放せねばならん。はい。学校は己の修行、技芸を学ばせるところではない。国のために働く人材を育成するところだ。学校を作り、人間を育成することこそ長岡藩を復興させ、ひいては日本を根底から作り直す政治の最重要事なのだ。わかるか、宇吉。はい、わかります。そちも一心に勉学に励んで、やがてはこの長岡藩に一矢を報いるようにならねばな。それが男というものぞ。はい。戊辰戦争で敗戦国になり3年が経過したにもかかわらず、六高を大幅に原告された長岡藩士たちの暮らしは依然として困窮を極めていた。しかし庶民の生活は明治維新政府の年貢米半減令によって次第に活気を取り戻し、明るい表情が巷にあふれ出した。中の方々が食べられないと嘆いている矢先に学校を作る話を持ち出したんでは何をされるか分かりません。第一、そんなお金があるのでございますか。貧乏のどん底にあえぐ我が藩の財政を心配して、近く峰山藩から米百俵が送られてくる。それを資金にするつもりだ。しかしその米は今の長岡藩を繁栄させるには立派な人物を作り上げることだ。そうすれば長岡の町は発展する。でも家中の方々が黙っておりません。あなたにもしものことがあったんでは。そんな心配は無用だよ。わしのことはもう構わんでよいのだ。自分の幸せを考えたらどうだ。そんなことができるとお思いですか。私は離縁されたとき決心したのです。ずっとあなたのお世話をすると心に決めたのです。偉そうにこの貧乏侍が。なんだと、貴様それにそれだぜ。命が欲しくないのか。しっかりしやがって、銭がねえだと。俺たちはな、お天道様と一緒に来てな、汗水流して働いてんだ。銭が欲しかったら働きやがれ。無事に向かって、なあ、この治れ。誰がそこに治る。おう、叩きてやるな。まあ、先ほどから申し上げている通り、藩には文教、武備、政治を司るための費用など運営費用がはなはだ不足をいたしておる。そこでこの急場を乗り切るためには、藩政を一新し人心の統一を図る一方、また朝廷に対しては現在の2万4000石では敗戦国復興は到底不可能である旨をすでに訴えておる。して朝廷の返事は。
まだ何とも。新政府はそのような嘆願書に答える術がないのではないか。維新政府の成立に功のあった者には恩賞を与え、新政府の建設の方が急務なのではなかろうか。そこまでは嘆願書を無駄だと言われるのか。そうは言っておらん。そこで提案なのだが、まあ、このまま朝廷からの返事を待つだけではなく、藩としては士族に対し他郷への移住、蝦夷地の開拓への従事、あるいは機能気象の奨励といった対応の措置をご希望があれば取るつもりでおる。武士を辞めろというのか。そうではない。あくまでも希望者を募りたいと言っておるのだ。もしそういうことができないと言われる方は、今の当てがい口で我慢し、自らが生計を立て活路を見出していただきたい。藩の上に立つ者が薩長や新政府の鼻息ばかり伺ってしっかりと再建に取り組まないから、藩は衰えていく一方だ。我々を藩士として武士としてどうして扱わないのだ。わずかばかりの当てがい口でどうして武士の体面を保っていくことができるのか、教えてもらいたいものだ。幸恵さん、こんな風にお別れするとは思いませんでした。佳代さんも元気で。蝦夷は長岡よりも寒いと伺っております。お体くれぐれも大切に。いつかまた佳代さんとお会いできる日を楽しみにいたしております。即女でございます。長岡を捨て一家で蝦夷地への開拓に行かれるそうでございます。このまま長岡にいたのでは暮らしが立たないので、武士を捨て農業に従事されるとのことです。幸恵さんとは文学を学ぶ約束をしておりました。とても残念に思います。戦に敗れるということは若い者の将来の夢まで摘み取ってしまう悲しいことだ。24,000石に原告され、貧乏のどん底にあえぐ長岡藩の藩士たちを見るに見かねた長岡藩の分家にあたる峰山藩が米100俵を長岡藩に送ったのは明治3年春のことである。峰山藩から送られてきた米100俵の代金はいかほどになり申そうか。およそ270両ほどでござる。家中の者は騒ぐであろうが、お主の言う通り文武両上に必要とされる書籍類の費用と学校建設に充てることこそが峰山藩の行為にかなうことになり申そう。今は目先のことより将来に向けての基盤を作る時でござる。長岡藩再興のためにも家中の者には苦しみに耐え忍んでもらわねばならぬ大事な時期。かわいそうだが致し方のないことでござろう。
さいお美代、虎三郎殿とこれ以上関わるのはおやめなさい。そなたは虎三郎殿に離縁された身なんですぞ。母上、そなたがどんな言い訳をしても聞く耳は持ちません。小娘ならいざ知らず、大の大人が分別もなく離縁された男のもとに通い続けることは断じて許しません。今家中の方々が虎三郎殿のことを何と言っておられるか、そなたにもわからないはずはなかろう。父上も心を痛めておられる。よいな、二度と虎三郎殿のもとに行くことは許しません。待ってください。あの人は真剣にこの長岡藩の行く末を案じておいでなのです。学校を作るというのも長岡藩のためなのです。なりません。虎三郎殿は気が触れたとしか思えん。断じて会うことは許しません。お美代殿。小林様のなさろうとしていることは決して間違いではございません。ありがとうございます。もし河合が生きておりましたら、きっと小林様と同じことを考えたと思います。国が栄えるためには人材の育成は欠かせません。小林様にお伝えください。何か私でできることがございましたら、ぜひ声をかけてくださるようにと。はい、必ず伝えます。先生。はい。藩の方々がお会いしたいと大勢お集まりでございますが。清隆、文右衛門殿に許可を得て広間に通しなさい。はい。文右衛門殿。小林様、人生で幾度か乗り越えてきた断崖がまた目の前に大きくはだかり申した。これすべてわしの運命でござる。神が小林様だけに与えられた天命かもしれません。わしの生涯は天命でござるか。はい、私にはそのように思われます。文右衛門殿。
はい。世話になりました。はばかりありとは存じたが、急ぎ聞きたいことがあって推参いたした。聞くところによれば、こたび文献峰山藩御家中から我々藩士一同に見舞いとして送ってきた米を貴殿は我々には分配せぬ意向と聞いたのであるが、それは果たしてまことでござるか。しかもその米を売り払った代金をもって学校を建てる所存と承った。しかとした返答をお聞きしたい。貴公らの要件というのはそのことか。いかにも各うち揃って推参いたしたのはそのためでござる。こうして我々が参ったのもよくよくのことだ。それが分からぬお前様でもないだろう。さあ腹を据えて返事してもらおう。返答によっては大惨事といえども、そのままにはいたしませぬぞ。こたびのこと、国の存亡に関わる一大事だ。お前様にはその日の暮らしにも困っているという家中の実情がわからないのか。この苦しみをよそに学校を建てるなどと、我々にも覚悟があるぞ。大惨事、念のためお聞きするが、そこまたはどうあっても学校を建てる所存でござるか。大惨事、なぜ返事をされない。大惨事、先日峰山藩から送られてきた米のことでか。はい、さようでございます。じゃあ旦那様がお一人で家中の者たちの対応をしておられるのか。はい。奥次郎殿はいかがなされたのじゃ。わかりません。何しろ家中の方々が突然お越しになられたものですから。言われる。小林は戦に敗れた長岡藩の再興に命を懸けております。学校創設をなし、人材を育成してこそ戦に敗れた国の復興にとって寛容と考えております。お美代殿、今私たちが何を食べて飢えをしのいでいるのかご存知か。芋とか泡とか、それさえ存じております。私とて同じでございますから。峰山藩からの百俵の米はまさに天の恵みじゃ。それを学校を作るなどとたわけたことを。お願いでございます。
主だった奥方様をお集めくださいます。私に皆様を説得させてくださいます。お願いでございます。よいか、お御代殿。今家中の方々の台所は奥方連中の懸命なやりくりで、爪の先に火を灯すようにして何とかその日の暮らしを立てておるのじゃ。いくら戦に敗れたとはいえ、家中の者を困窮にあえがせているのは小林殿はじめ藩の要職についておる方々ではないか。家臣の苦しみをよそに学校の建設などと馬鹿げたこと。お御代殿、あなたも私たちと同じ女であれば、狂気ともいえる小林殿の考えを改めさせる努力をされたらどうじゃ。それこそがあなたの務めではないのか。お怒りは重々わかります。でも長岡藩の将来を考えれば、一言に狂気とは言い切れません。そこまで言うなら皆さんを集めましょう。直接ご意見を聞かれたらよろしいわ。ありがとうございます。峰山藩はあくまでも我々を救うために米百俵を送ってくれたのだ。その我々に米は分からんというのは筋違いでござらんか。藩の政治というものはまず第一に藩主を養うことだ。家中のものを食えるようにし、武士の体面を保てるようにしてこそ政治というものでござろう。それを差し置いて学校を建てるなどとは何たることか。大参事はご存知か。足軽どもの困窮といったらひどいものだ。この頃では宅案一本まで盗んでいくようなしがない者さえおる。そんなことが城下で起こっている以上、立派な政治などとはほど遠いではござらんか。我々の言い分を認められ、ご返答を受けたまわろう。なぜ返答されない。どうしたのだ。黙っていたらわからんではないか。なんとか返答されたらどうか。百俵ばかりの米を家中の者たちに分けてみたところで、たかが知れておるではないか。考えてもみるがいい。当藩の者は軒別にすると1700件余りある。頭数にすると8500人に上る。かように多数の者たちに分けたら、一軒のもらい分はわずか2升そこそこだ。一人当たりにしたら4合か5合しか渡らないではないか。それくらいの米は1日か2日で食い潰してしまう。食い潰した後は何が残るかの。教育で腹が朽ちくなるもんすか。そんな先の長い話は後回しにしてもらいたいものだ。一体なぜ我々がこんなに食えなくなったかを考えてほしい。藩の禄高は知っての通り、74,000石から24,000石と1/3に減らされてしまった。それに去年も一昨年も不作続きだ。これではどうやりくりしたところで十分に賄えるはずがないではないか。一番悪いのは維新政府軍と一戦を交えたことだ。やれ薩摩田長州だのとつまらぬいがみ合いをして、民百姓を途端の苦しみに陥れたことだ。わしはこんな愚かなことはしたくないと考え、どれだけ解いてきたか分からぬ。いや、過ぎたことを責めておるのではない。あの時先の見えた立派な人物がおったら、こんな痛ましいことは起こらなかったに違いない。同胞がお互いに血を流したり、城下を焼かれたり、武士も町人もこんなに飢えに苦しむことはなかったのだ。わしのやり方は回りくどいかもしれん。
すぐには役に立たないかもしれん。しかし現在の長岡藩を立て直す道は他にござらんのだ。おのおの方も今日のことだけを考えずに先々のこともよく考えてほしい。皆にも子供がおるはずだ。子供の育成を考えてほしい。これからの長岡藩をもっと親身になって考えてくれ。その子供たちのことを考えればこそ我々はじっとしておれんのだ。子供や妻や老人を飢えさせたくないと思えばこそこうして押しかけてきているのではござらんか。それはわかるが、しかしだ。大惨事。お前様には今日のこの差し迫った有様が目に入らないのですか。即刻この場の急を救わぬ限り家中の不平は収まりませんぞ。大地、あの米は大三次一人に送られてきた米ではなかろう。そうだ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 。いくら藩の重臣だからといって自ままな振る舞いは許しませぬぞ。米は我々のものだ。米を早く分配してくれ。学校などいらぬわ。ここまで我々を苦しめるのだ。早く分けろ。分けてくれ。もう我慢ができん。早く分けてくれ。お願いでございます。私の話をお聞き届けくださいませ。何度言われても学校建設などということには同意できません。長岡藩を立て直すにはこれ以外にはないのです。峰山藩から送られてきた米は私たち家族のものではありませんか。ですからそこを曲げてお願いしているのです。お美代殿、こんなことを言うのは失礼だが、お美代殿は当の昔に小林様から離縁された身。あまり関わり合いにならない方がよろしいのではないか。第一、こんな話を私らにすること自体無礼というものであろう。お前様の申し出に首を縦に振るわけには参らぬ。早々に立ち去られ。何者です。静まれ、静まろうか。
何も言うまい。しかし最後に貴公らにただ一つだけ見せたいものがある。それを見た上でいかようにでも気の済むようにされるがよい。宇吉、宇吉はおらんか。お呼びでございましょうか。例のものを持ってまいれ。はい。何を持ちだ。さあ、わしには分からん。例のものとは何でござる。さて、おのおの方、この掛け軸を読めはお忘れではござるまい。常に戦場にあり、この文字、この言葉は長岡藩のものである限り、物心つくと同時に必ず目にして耳にして口にしてきたものだ。申すまでもなく、これは三州牛窪の御壁書きである。このお定めは三州以来の御家風として300年来とりわけ思いをきてとされてきた。常に戦場にありとは、戦のない折にも常に戦場におる心でいかなる困苦欠乏にも耐えようというお言葉ではないのか。戦場におったら辛いとかひもじいとか言ってはおれんのだ。不平など言語道断、武士たる者、ことに長岡藩士たる者、食えないなどとは何事か。米を分けてくれとは何事ぞ。長岡藩士ならばたとえ餓死してもそんな浅ましいことは言わぬはずだ。貴公らは当藩の家風を忘れたのか。よもや三州牛窪の御壁書きを忘れたわけではあるまい。おのおの方、頭を上げ、頭を上げてこの掛け軸をとっくりと拝観され。今のお主らには拝観できまい。この掛け軸の文字は牧野忠勝様以来六代の主君にお使い申した山本老斎殿のお筆だ。この一軸の中には当家のご先祖とご老職とが一体となっておる。ご先祖様とご老職の前でさっきのようなことを申してみなされ。米を分配しろと申してみなされ。一つのことをやり遂げるためには苦労はつきもの。人間、苦しみにどれだけ耐えることができるかによって初めてその人間の値打ちがわかるというものだ。皆が一体となり
苦しみに打ち勝ってこそ初めて国も町も立ち直るのだ。常に戦場にありとはそこのところを申されたのだとわしは常々拝察いたしておる。これはなかなか立派なもののようだな。武士の魂とはよく言ったものだ。天地の正気、凝って一振りの剣となる。この一筋、我らの命も魂もかかってこの一筋につながる。わしは刀が好きでの、考えに行き詰まるとよく刀を見ることがある。静かに鞘を払ってじっと刃を見つめる。するとその研ぎ澄まされた中に吸い込まれていくのだ。一切の心が洗い清められ、天地の間にただ誠だけが香りを放ってくる。井上殿、刀をおしまいなされ。おい、どうしたというのだ。どこへ行くのだ。邪魔だせいたすな。井上、井上、中の者が今どんなに困っているのか知らないわけではない。貴公らの苦しみは十分察しておる。しかし藩の立て直しにはまず土台から築いていかねばならんのだ。それまでは苦しいだろうが、どうか辛抱してほしい。虎三郎、一生の願いだ。どうか耐えてくれ。これこの通り。お願い申す。峰山藩からの心尽くしの米をどうしても食い潰したくはなかったのだ。何度も言うようだが、学校を建て子供たちを立派な人物に仕上げたいのだ。この百俵の米は今でこそ百俵だが、やがては1万俵になるか100万俵になるか計り知れないものがある。いや、米俵などでは比較できない尊いものになるのだ。貴様のような偽善者、拙者が叩き切ってやる。そんなにわしを切りたいのか。黙れ。容赦いらん。切るがよい。
やめるんだ金子。なぜ止めるんだ吉岡殿。いやならん。止めないでください。拙者はもう我慢がならんのだ。いやならん、ならんのか吉岡殿。そんなに大惨事が聞いてるのか。許せんのだ。大惨事は藩や我々の将来を考え、命を懸けて学校建設の大切さを我々に説いてくれたのだ。その大惨事の気持ちがどうしてお主には分からんのだ。吉岡殿までそのようなことを申されるのか。分かった。お主の気持ちは相分かった。そんなに切りたくば、まず拙者から切れ。吉岡殿。先刻からの話で拙者は目が覚め申した。ただただ恐れ入ったと申し上げるほかござらん。吉岡殿。おのおの方、どのようなおつもりか返答を賜ろう。食う米がなければ生きてはいかねんのだ。え、そうだろうが。え、そうだろうが。学校と米とどちらが大切か、返答を聞かせてもらおう。なぜ答える。なぜ答える。お主らは裏切り者だ。裏切り者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 。おい金子。もういい。お主だって大惨事の考えが分かったはずだ。分からん。いや分かってる。お主は分かってる。いや分からん。金子。金子。あ。大惨事殿、ご無礼いたした。突然大勢水産いたし、重々な非礼を働きましたる段、なんとも申し訳ござらん。礼を申したいのはわしの方です。おのおのまたよく分かってくれた。忍びがたきのところをよくぞ忍んでくれた。家族の中には老人も忍び子もおるだろうに、苦しい中を、不自由な中をよくぞこらえてくれた。これでこそ長岡武士だ。
これでこそ後藤家の侍だ。虎三郎、ことごとく感謝感謝いたした。恥ずかしながら涙の始末が月坊さんは先生、先生、先生、大変でございます。先ほど奥様が、おみよがどうかしたのか。奥様が、正直に申せ。奥様が亡くなられました。この年、虎三郎が命を懸けて成し遂げた学校が開校され、国館学校と命名された。この学校は士農工商という身分制度を排除した現在の学校制度の基礎を築いたもので、誰でも入学できる学校としてスタートしたのである。そして翌明治4年7月に文部省が設置され、明治5年8月には我が国最初の学生が交付され、明治6年から全国的に施行されたのである。わしは歴史の深い底に沈んでも、50年後、いや100年後の人々にわしのような男は生きておったという証を長い影として残しておいてほしいものだ。